皆さんこんにちは。 SAOIF は100層が実装された後56層が実装されたんですけど、まあ今まで飛ばしてきた間の階層を埋めていくのかなって思われるんですけど、今最高階層がこれ56層みたいな、まあ56が最高っていうか、まあ100層の次に出た階層なんで、今までの階層より敵が強いと。だからこの56層環境でのレベリングをちょっと解説していこうかなって思います。なんでこの環境でのレベリングを解説しようかと思ったかというと、5周年で新規プレイヤー向け調整っていうのがあったんですよ。まあいろいろ変わったんですが、このメインクエストストーリーのクリア報酬ですね、ストーリー進めていくうちに報酬経験値っていうのがもらえるんですけど、それが大幅に情報修正されたっていうところ、あとはレベリングの基本と言われるそのサブクエストですね、繰り返し達成が基本なんですよ。サブクエストの周回みたいな、その報酬経験値が増加したっていうのがあって、まあこういうのが変わったから今の環境でレベリングするならどこがいいのっていう人がいたんですよ。だからちょっと答えていこうかと思うんですが、まず結論なんですが、自分の強さに応じた場所でレベリングするのが一番です。まあ昔だったらなんかレベル別のおすすめ場所みたいな動画作れたんですけど、今の時代でそれをやるのって無理なんですよ。なんでかっていうと、レベル上げたくらいじゃ大して強くなれないからです。レベルを1上げたとしても、なんか HP が100か200とか、攻撃力が1とか防御力が1とか、それくらいしか上がらないんですよ。まあレベル上がった時になんか1じゃなくて2とか3上がったっていう人は、まあこういう熟練度スキル攻撃力が何パー上昇とか、こういうやつも攻撃力が何パー上昇だし、盾の熟練度スキルで防御力が上昇するやつもあるし、まああとはつけてるスキルレコードですね、アビリティとか、まあこういう攻撃力が何パー上昇するやつとか、まあいろんな要素が絡み合って2とか3とか4とか、4は上がるかしらけど、まあ上がるらしいんですよ、このステータス上でね。まあレベル1上げてもわずかしか変わんないっていうことには変わりないんですよ。まあその序盤の頃はその1レベル分が大きかったんですが、こういう熟練度スキルとか、こういう強い武具とか、こういうやり込み要素が登場したことで、レベル上げてるだけのやつはなんかクソ雑魚なめくじみたいな、もうそんな風に思われるくらいのもう風潮になってるっていうか、まあそんな感じなんですよね、今の環境って。中でもさっき言ったこの熟練度スキルっていうやつが大きくて、まあ特にこの武器の知識っていうやつ、この極意の針瓶台っていうアイテムが必要なんですけど、これ解放すると全ての武器で有効って書いてあるんで、これ上げるだけでまあレベルアップじゃないけど、もう基本ステータスが上がってるようなもんなんですよ。でこの 5% 上昇ってやつ、盾以外の7つの武器分あるんですよ。で今 5% だったの見たと思うんですけど、7つ分だから7535で 35% も攻撃力が上がってしまうんですよ、全部の武器で上げると。まあ例えばこの槍のやつ見てみても、こうやって武器の知識攻撃力が 5% 上昇って、これ最大まで上げれば 5% なんで、あるんで、あとは盾ね、盾の上げると防御力がね 5% 上昇の盾の知識っていうのがあるんですけど、まあ、他にもいろいろ強いね熟練度スキルがあるんで、それがめちゃくちゃ大きいですね。まあアニメ SAO でレベルみたいな、なんかレベル制 MMO がどうのこうのうんたらかんたらとか言ってると思うんですけど、なんかキリトとかそういうレギュラーキャラクターとか、あのプレイヤーレベル上げるだけじゃなくて、いろいろなスキル上げていたと思うんですよ。なんとかスキル、なんか隠密スキル、なんちゃらスキル、まあ隠密スキルとかこういうゲームには今ないんですけど、こういうゲームっていうかこのゲームにはないんですけど、まあなんかヘイト稼ぎにくいみたいな効果はあるけど、まあとにかくレベルとかスキルとかいろんなものを上げると強いよみたいな、まあナロー小説とかでもあるじゃん、なんかスキルがめっちゃ強いみたいなまあ最近ナロー小説読んでないけど、じゃあ何のためにレベル上げるのって思うかもしんないんですけど、レベル上げても強くなんないじゃないかみたいな。まあ何のためかって言えば、こういう強い武器ですね、強い武具、武器だったらこういう、例えば片手直剣ならアスタロトっていうヤシャインテグラル武器っていうのが、この動画撮ってる時点だと一番強い武器なんですけど、
防具だったら冥国防具ってやつ、カオス175ってやつが今一番強い防具なんですけど、まあこういう最強武具装備するために装備可能レベルが必要で、強い武具は装備可能レベル高いんですよね。まあそういうものを装備するためにレベル上げるんですけど、まあこれ一番強い武具ってこのゲームのやり込み要素なんですよ。なんとかインテグラルシリーズって言われるやつで、装備可能レベルが101、121、141、161、181みたいな、まあそういうやつの、まあ例えばこの武器だったらなんちゃらの武装石ってやつが、これ稀に入手できるって書いてあると思うんですけど、本当に出なくてもう1000回2000回に1回出るか出ないかみたいな、まあそういうアイテムをドロップさせて、で生産にもめちゃくちゃコルがかかるしみたいな。ただまず装備可能レベルに達してないとみたいなところあるから、みんななんかレベリングやりながら、こういうコル稼ぎながら、さっきの熟練度レベル上げながらみたいな、そういう感じでみんなやってるんですよね。でまあさっき言ったこういう熟練度スキルですね、熟練度スキル習得のためには熟練度レベルも必要で、習得条件の一つに、例えばこれだったら、この剣の極意だったら片手直剣レベル35って書いてあると思うんですけど、片手直剣の熟練度スキルをレベル35にしないと解放できないみたいな、この習得条件の一つを満たせないみたいな感じになってて、でどこが効率いいかって話なんですけど、まあ強い人だったらですよ、強い人だったら100層の次に実装された56層がかなり効率いいです。やっぱ倒すのが早い人だったら、まあこの動画撮ってる時期なんですけど、このサブクエ2倍キャンペーンっていうのをやってて、サブクエストの報酬経験値が2倍になってるんですよ。まあだから56層はこれ報酬経験値841万とか、これ1000万近くいくやつもあって、まあこの時期だからできる、これ普段はこの半分なんですよ。でもこれまあ、ちょっと下行くと91層がやっぱ100層近くで一番高い階層、サブクエある階層は91層なんですが、この91層でもかなり近い値の報酬経験値になってて、まあ、この91層よりもこのモブが強いんですよね、56層の方が。まあ、その分報酬経験値高くてレベルが上がるのが早いっていう感じですね。ただこの56層フロアが上と下の2つしかないんで、狩り場がね1つ2つなんで、まあ弱い人たちで集まってもなんかみんなで同じ敵攻撃して、まあなんかなんとか倒すみたいな、協力して倒すみたいなすると、まあちょっと早く倒せるんじゃないかなって思うんですけど、まあこのゲーム2020年の11月より前はもうパワーバランス調整前っていうことで、まあその頃大幅なパワーバランス調整ね、前にもあったんですよ。前の方がすごい大きかったんですけど、今は50層以下だとかなり弱化されてるんですが、もうその頃は50層以下でもモブがめちゃくちゃ強くて、なんか一つ下の階層のボスよりモブの方が強いんじゃないかっていうくらいだったんですけど、まあ、その頃はみんなで、同じ敵をね、攻撃して倒すっていう方法を普通にやってたんですよ。まあ、誰かが、例えば槍でツンツンして、まあ、一箇所にモブを集めて、誰かがまとめて狩るみたいなことをしてたんですよ。例えばこうやってツンツンして、こうやってツンツンして、一点に集めて、こうやって攻撃して、みたいな。これはね、なんかみんなでやってって。で、なんか誰かが一度でも攻撃当てた人が、パーティーメンバーでいたら、他の誰かが倒すことによって、その触れたメンバー全員に熟練度経験値が入るんですよ。このゲームそういう仕様になってて、まあ、だからなんかレベリングっていうよりは熟練っていう募集名で募集する感じでしたね。この左上これパーティー募集ってあると思うんですけど、右のプラスボタンを押すとこれパーティー募集って出てきて、でこれでね、例えば、まあ、56層熟練みたいな、コル稼ぎみたいな、初心者 OK みたいな、まあ、こういう初心者 OK とか書くと56層に来れない人とかがたまにパーティーに入ってくることがあったりするんで、まあ、パスワードかけたら、まあ、身内だけで共有できるし、まあ、トータルパワー制限っていうのもね、今できるんで、まあ、そういうのやったり、まあ、なんで、その同じ敵攻撃するのダメなのみたいな思う人もいるかもしんないんで言うんですけど、
なんかみんな同じ敵を攻撃するとレベリングで言うと効率が悪いって言われてるんですよね。やっぱみんな散らばってみんなそれぞれね、その攻撃してないモンスターがいたらちょっと効率悪いみたいな、みんなで同時進行でどんどん倒していくのがいいって言われてるんですけど、それでなんか他の人が攻撃してるモブに自分も攻撃するとなんか怒られることはあるのかな、わかんないけど、まあそういうこともあるみたいな、なんかガチな人とか来るとね。でも56層ほど敵が強くてみんなで協力して倒せるんだったら熟練も上がるし、なんか面白そうだと思うんですよね。まあこの動画撮ってる時点だとこの56層スタートダッシュイベントっていうのをやってて、まあこのイベント12月14日までやってるんですよ。でこの動画撮ってるの12月11日なんですけど、まあこの期間はやっぱこれマップ見ての通り、この緑の丸他のプレイヤーなんですけど、やっぱ人いるじゃないですか。だからちょっとやりにくいんですけど、まあこのキャンペーン終わってからまあ行くのもいいのかなって思いますけど、まあこのキャンペーン中だったらこういうモブ倒すと、まあ、キャンペーン対象のモンスターなんで、56層フィールドのモンスターからこの階層の銀貨っていうのが出て、でその階層の銀貨をまあアイテムでね、こういうね交換できるみたいな、アイテムと交換できるみたいな、メニュー、アイテム、強化交換、限定アイテム交換で、でまあ56層のこの金貨銀貨交換所みたいなの選ぶと、まあアルカナジェムとかね交換できたりするんで、あとはね、それよりね、下の階層、まあ56っていう数字より下って意味じゃないんですけど、強さが下の階層ですね。まあさっき言った、91層とか、あと85層とか、75層とか、まあそこら辺で、まあサブクエスト周回でレベリングすることも全然できるんで、全然いいんですよ。全然効率いいと思うんですけど、そこでやる人ほとんどいないです、今のところは。まあ56層人が多かったら91層行くかなみたいな。まあ91層これ打属性生属性弱点だから、自分が打属性武器使ってんだったら91層行くとか、まあ85層は突飛だから敵の弱点が、突属性使ってんなら行くとか、まあ、他に欲しい素材あるからその階層行くとか、まあいろんなね人がいると思うんですけど、そこら辺はちょっとパーティー募集しても人が全然来ない可能性があります。やっぱ50数より上の階層敵が強いから、なかなか人が集まんないっていうのがあって、ただ効率で言うとやっぱり50数より上の、まあ、75層とか85とか91は、まあ、すごくいいんじゃないかなって思うんですけど、まあ、ただその50層より上になりたての階層ですね、例えば61層とかだとちょっと報酬経験値が少なすぎて微妙だと思うんですけど、まあなんていうかこう、上の階層ほど報酬経験値が多くなって、まあ効率よくなるっていうのはゲームとしては当たり前なんですけど、やっぱ強い人用かなみたいな、なんか上級者向け、上級者というか、なんて言うんだろうな、中級者、上級者、なんて言うんだろうな、ある程度強い人、なんかモブがなんか2、3発で倒せるとか、まあ2、3発じゃなくても倒せる人行くとめっちゃ効率いいよみたいな。まあでもさっき言ったようにこの56層ね、みんなで協力して同じ敵攻撃してまあやるっていうのも全然いいと思うんで、まあいろんなやり方があるよって話ですね。絶対にそこでやっちゃいけないっていうルールないんで、まあみんな効率ばっか求めてるけど、なんか効率じゃなくてまあ楽しむことを優先した方がいいっていう人もいるんで、まあ強い敵倒すのが楽しいみたいな、もう時間かかってもいいから、そういうのなんかみんなと力合わせてやるのが楽しいっていう人もいると思うので、まあなんか正直そこまで効率求めなくても十分な速さのレベリングができるんですよ。まあていうより最新階層より下の階層の方がレベリング早いまであって、まあなんでかっていうと、この47層と50層ですね、人が本当に来やすいんですよ、レベリング募集すると。ノラパーティーで基本的にレベリングは47の2か50の2でやる人がほとんどです。まあ、47の2っていうのは、まあ、こっちが47の1でこっち47の2って言われるんですけど、まあ、大体この天移門前が1で迷宮区前が2っていう風に呼ばれるんですけど、まあ、パーティー募集とかでもね、レベリング50の2みたいななんか募集名で
募集する人とか結構いて、まあこの47層のサブクエストね、56層と比べると数値はめちゃくちゃ低く見えるんですが、達成がめちゃくちゃ早い。しかもモブが弱い、50層以下で。だから47の2と、まあ、50の2も十分早いん で、やっぱこの50層以下は本当にモブが弱くて、ほとんどの人がソードスキルとかでワンパンで倒せるようになったし、まあ、ある程度強い人は通常攻撃ワンパンで倒せるようになっちゃったし、だからなんか弱い人でも参加できる分、パーティー募集で人がいっぱい来やすいっていうのが大きくて、やっぱパーティーメンバーが早く集まるほど、パーティーメンバーが多ければ多いほど効率がいいっていうことを考えると、47の2と50の2が一番人来るので、まあそういう点で効率がいいですね。まあパーティーメンバーは最大6人なんで、6人が一番理想的なんですよ。速さとしては。まあ47の2と50の2については、どっちがいいのみたいな動画を前作ったんで、そのリンクを動画説明欄に貼っておきます。あとは始めたてで縦宝石足りないっていう人は20の1の競技のなんか急流競技のなんちゃらっていう転移門前の方に行って、でこの転移碑の近くにいるこのびっくりマークのところの人ですね、これサブクエスト案内人で、これ話しかけるとウォールナットは高い壁っていうサブクエスト出るんですよ。でこれクエスト報酬に縦宝石があるんで、本当に始めたてで縦宝石足りない人はこれいいと思うんですよ。繰り返し達成できて、でまあサブクエスト情報修正されたんで、まあ、この半分だとしても130万くらい1回でもらえるんで、まあ早いかなみたいなところがあるんで十分。あとはこの20の1、もう一つサブクエがあって、で方向と方向っていうやつなんですけど、まあ、こっちもね半分にしてもなんか160万くらいもらえる感じなんで、1回クリアで。であとはこの20層のサブクエストなんですけど、まあ、さっき言った20の1のウォールナットは高い壁、これが、まあ、ナットナットっていうのがドロップするなんかリスみたいな、 なんとかスクワラルみたいな倒すんですけど、20の2にもこのレッドベルっていうアイテムが、まあ、サブクエスト専用アイテムなんでサブクエ受けてる時にしかドロップしないんですけど、それドロップするね、そのリスのやつ倒すんですよ。このシルバリースクワラルっていうのが20の2にいて、でこの20の1のウォールナットは高い壁と20の2のモンスターを連れて歩きたいを受けて、で右下のイベント一覧から下の方行って、でクエスト掲示板へって押して OK 押すと商業区の掲示板の前に飛べるんですけど、でこれで、まあ、ちょっと下の方行って、でこの20層クリアした後に出る掲示板クエストですね、この黒猫の遊戯っていうやつ、このサチの黒猫の遊戯っていうクエストを受けて倒すと、なぜか、まあ、これリスが出るクエストなんですけど、そのリスを倒すと20層で受けたリスのサブクエストが進行するっていう謎仕様なんで、ほら今ちょっと受けたんですけど攻撃してみたらちょっと進行してるんですよね。でまあこれ何がいいかっていうと、このグレア流石っていうのがもらえるんですよ。で始めたての人なんかグレア流石が足りないっていう人もたまにいるんで、本当に始めたての人ね、まあ、だから最初ねこういうのやるのもいいかと思うんですけど、ただ注意したいのはこの掲示板のモブが始めたばかりの人にとってはちょっと強いかもしんないんで、前パワーバランス調整あったっていう話をしたと思うんですけど、掲示板は弱化修正受けてないんですよその時の。まあだからちょっと厳しいのかもしれないなっていう話ですね。まあなんかソロ用みたいな感じですね、掲示板ってソロでやるやつなんで。以上をまとめると、自分の強さに自信がない人は47の2か50の2、まあ47の2と50の2でもちょっと敵倒すの厳しいっていう人がいるかと思うんですけど、まあ今回はそれについてはちょっと触れません。まあ頑張れば倒せるし47の2とね50の2は。で自分の強さに自信がある人は56層ですね、これで募集してレベリングがいいと思います。で募集して人が来なかったら
なんか来ねえなーみたいに思ったら40ナノの2と50の2に切り替えるっていうのがおすすめです。で、始めたてで縦防石とか不足している人は20の1でレベリングで、グレア流石も欲しいなら掲示板で同時進行、まあ、それが個人的にいいと思います。で、最後にこの動画撮ってる時期にやってるこの SAO の映画、暗き夕闇のスケルツォ SAO プログレッシブのやつ、今ね上映中なのでぜひね見に行ってみてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録してもらえると次の動画作りのやる気が出ます。では失礼します。